ちょっと熱い扇風機。今日も暑いです。もう出かける準備できたよね。そうだよ。着々と。今日はでも本当はね、8時に起きる予定だったんですけど、全然8時に起きなかった。弟とかアラーム消してて、私めっちゃうるさいからアラームの音。暑いよ。今日の服は可愛くない？今日の服はっていうか、今日の服可愛くない？久しぶりに髪の毛もこう、最近ねちょっと髪の毛をするのがめんどくさくて、最近ずっとストレートだったんですよ。なんかいつも学校とかにももう巻くのが普通みたいな感じになってた。もうどこ行くにも巻いてるみたいな。友達と遊ぶ時も家族と遊ぶ時も学校行く時もまあ巻いてるみたいな感じだったんですね。けど最近はもうめっちゃギリギリ人間だから私って、だから超ギリギリの時とかは髪の毛巻かないで、もうストレートだけして最近過ごしてたから、なんか変な感じ。教授に会う時もそうだよ。教授の時は特別とかはない。そりゃそうだよ、普通はね。いつも育ててるから、教授って。なんかこの間フィールドワークがあったって話をしたよね。フィールドワークはなみたいな。多分ショールーム見てくださってる方は、あの時ねみたいな、わかると思うんですけどさ、教授って何歳くらいなの？え、どういうこと？平均的に？それとも私のおすすめの教授のこと？あ、え、そう、バス乗ってたやつ。あの時も、なんか最近、おすすめの教授が、できたんですよ。もう一人できた。なんかまあもう一人は存在は知ってたけど、もちろん授業とかでさ存在をしてたんですよ。なんかこのフィールドワークの熱っ
じゃあ巻くの難しいんだよ。あ、ほら、まあこうなっても焦らず4日連続投票完了と、ありがとう。みんなの投票したよっていうあれ見てますよ、ちゃんと。みんなの投票完了。みたいなやつ。そのもう一人の教授はあれなの、ちょっとああ頑張れないみたいなボソッと言ってたらおかしくない、ああ頑張ってみたいな、ああ頑張って先生もここ痛いで言うからって、そのグループでグループみんなで、ああもう無理じゃない、頑張らないねみたいな話してたら絶対来てくれる。おはよう。みんな早起きだね。お仕事か。やばい、髪の毛がすることになった。巻いてない髪がどれか忘れた。もう投票頑張れない、やばい頑張ってって会ってほしいやつ、会ってほしいやつ、会ってほしいやつ。テテテテテテ。言ってだって。言ってんの間違い。頑張って。長いけどね、ちょっと道のりがだいぶくじきそうになるよね。今日も暑いよね、外は。本当にさ、嫌になっちゃうね。これさ、何分に始めたっけ。これまだちょっとアイラインしてないよ。なんか顔がさ、むくんでるわ。いつも顔むくむんだけど、朝いつも顔むくむ。むくんでない時がない。なんか濡れてる。32位くらいのランキングになりますね。ちょっと会えないんだけどね、うん。なんでこんな最近大学生大人っぽい、やって大人っぽいですか。やばい、配信越しだとちゃんとできてる。
ましょう。今日はパソコンを持って投稿しちゃうよ。パソコンだからね、今日の授業パソコン必須なの。やばい。暑いよね今日。アイス食べたいな。なんか学校に一応アイス売ってるんだけど、買おうかなレベルで今日。パソコン何使ってるのって、待って、わかんない。パソコンの機種わかんない。何なんだろうあれは。でも結局スタバに落ち着く。確かにスタバなの今日は絶対。でもさ、スタバ、スタバをなんかさ、スタバ買って授業行くとかさしてるんだけどさ、友達にさ、なんかいつもほぼ毎日スタバ飲みすぎて、マジでスタババーって言われて、本当にスタババーだよ。常にスタバ持ってるやつみたいな。あ、もう33分だ。じゃあランキング見ます。13位、スコット・ペラ・グーリーノさん、ありがとうございます。12位、あ、1位買った。13位、モフモフカーペットさん、ありがとうございます。12位、ヨーカさん、ありがとうございます。11位、情報技術研さん、ありがとうございます。10位、ユイチさん、ありがとうございます。9位、ヒロミくん、ありがとうございます。8位、ジャックさん、ありがとうございます。7位、カビルンルンさん、ありがとうございます。6位、まぼろしさん、ありがとうございます。5位、サクさん、ありがとうございます。4位、ハラチュン、ありがとうございます。3位、ひろゆきに、ありがとうございます。2位、ウェイロンさん、ありがとうございます。そして1位は、ソースイさんでした。ソースイさん、ありがとうございます。ソースイさん、ありがとう。ということで、今日も学校頑張ります。学校なんで、一段と頑張っていきたいと思います。あ、出た。それではみんな、バイバイ、またね。